はい、ピースケです。サクスペやっていきたいと思います。ということで、あれですね、定期的にやらせてもらってる、まあ、今後来るキャラまとめですね。2月、3月、まあ、4月頭ぐらいまでの、キャラをまとめてまいりましたので、まあ、冬時期のですね、はい、キャラまとめになります。はい。で、まあ、出てないキャラとかも、まあ、見ての通り、まあ、まだいたりとかするので、まあ、その辺も紹介しつつ、やっていけたらなっていうふうに、ガチャ引くときのね、参考にしてもらえればと思いますので、はい、よろしくお願いします。まあ、ただ間で、まあ、報酬とかで限定キャラ来たりとか、なんかそういうのあるかもしれないんですけど、はい。じゃあ、アプリの方の流れを軸に、はい、サクスペ考えていけたらっていうところで、はい、いきますので、よろしくお願いします。で、まあ、次多分バレンタイン関係だと思うんですけど、はい。で、夢城ですね。夢城が、まあ、ちょっと TSR 持ってないんですけど、覚醒して、バレンタインで、かなり、ぶっ壊れの性能になりますっていう感じですね。で、コントロール上限の、まあ、得意練習がめちゃくちゃ高くて、まあ、50だと練習効果30ついてっていう感じですね。はい。で、覚醒で、さらに技術ボーナー、PSR の方で技術ボーナーと得意練習つくので、まあ、これでタック性能が、爆発強くなるっていう感じのキャラになってます。やる気もタグボも練習効果も得意練習もかなり高いし、で、コントロール上限持っててっていう感じですね。で、金徳が怪物球威と、マインドブレーカーで選ぶ感じになるので、まあ本当なんか立川の強化版みたいな感じになるのかな、はい、っていうところと、怪物球威が確定でマインドブレーカーは不確定みたいな感じなんですけど、で、急に変化キャラになって、はい、変化キャラの中のそのタックの性能がね、ずば抜けてるので、まあ、結構優秀なキャラになってますっていう感じです。はい、まあ、結構だから2月の目玉キャラっていう感じですかね。はい。で、続いてのどかですね。のどかも覚醒しまして、姉妹一緒に覚醒来るんですけど、こっちはスタミナ上限と得意練習が PSR でつきましてっていう感じですね。で、減点投球と、まあ、テーブルは普通の選手権彼女のテーブルなんですけど、なんだっけ、減点投球か先手必殺か。で、まあ、野手はアイコン精神的支柱なんですけど、はい。まあ、もう投手用で使っていくって感じになるかと思います。で、コンボで変幻自在取れるので、うん。まあ、夢白姉妹セットで、覚醒ね、すると、強いですよっていう感じなんですけど、うん。まあ、アプリの方は、夢白のね、そんなループガチャとかの時なかったので、姉ちゃんの方のループガチャで、なんかおまけで入ってるって感じなので、まあ、結構 PSR の入手が、大変なキャラだったかなって感じはするんですけど、サクスペの方はどう来るのか分かんないんですけど、うん、で、最近ループガチャのキャラとかは6回目とか5回目で確定だったりとか、うん、この前友沢もね確定で入ってたので、もしかしたら同じ感じで来てくれるのかなっていう気がしなくもないんですけど、はい、まあ、かなり強いキャラであるので、うん、まあ、妹の方はどうなるかなっていう感じですよね。はい、まあ、多分バレンタインぐらいで2人とも覚醒して、新キャラって感じで来るとは思いますが、はい、そんな感じです。はい、で、田中山、まあ、こいつは至高の遊撃手っていう捉え方になるんですけど、まあ、こいつがどうなるかっていうところがまだ分かってなくて、まあ、あと至高の遊撃手ですね、はい、まあ、代わりで誰か出すのか、まあ、なんかこいつをね強化するのか、まあ、田中山が別バージョンで来るのかわかんないんですけど、まあ、一応こういうキャラも、まだ来てない、まあ、とっくに来てていいタイミングではあるんですけど、田中山さんのね、至高の遊撃手枠、ショートの枠だけまだ空いてるので、まあ、誰が来るのかなっていうところですね。まあ、これも突然来るかもしれないんで、うん、まあ、ちょっと待機していきましょうって感じです。はい、で、あと覚醒の大谷ですね。まあ、大谷自体は出てると思うんですけど、まあ、肩上下、シラスの強化の時に来てたのかな、はい、シラスの強化で、まあ、結構ハマるキャラとして出てきてたんですけど、こっちまだ来てないので、大谷さんの覚醒骨イベと肩上下ですね、はい、
まあ、今だと戦国とかでもまたあの骨入れキャラ強いので、骨入れ二刀流で結構輝いてたりとかっていう、はい、まあ、筋力足りなくなるっていうのもあったりとかね、はい、で結構よくデッキに入ってるキャラなんですけど、まあ、これがどうなるのかっていうのもまだ分かってないって感じですね。まあ、この2人はもう出てるタイミングなので、うん、まあ、今後どういう感じで実装されるのかっていう、状況になってるかと思います。はい、でまあ、ちょっと後ではあるんですけど、パジャマの合わせですね、はい、で人気投票で1位で、実装されたキャラになります。でアプリの方の実装は4月なんですけども、うん、まあ、王子みたいにあの早めにポンってくる可能性はあるので、まあ、一応、頭の中に置いといていいのかなっていう風なキャラになっております。で初期評価が、固有でついてて、普通の彼女キャラより、まあ、ちょっと覚醒彼女的な感じで、あの覚醒なしで初期評価高い彼女キャラですよっていう感じのキャラになってるのと、まあ、ラブパワーの継続率っていうのが、まあ、北斗とかで強かったりするので、結構そういう性能を持っているキャラですね。で二上限2体目のキャラかな、アマネに続いてなっているキャラになってます。でミートと肩上限なので、うん、まあ、結構彼女キャラで、まあ、結構肩上限って穴開きやすいとこだったりするので結構いいかなっていう、はい、プラス2上限なんでね、はい、おすすめのキャラにはなってるかなって思います。まあ、金徳が代わりに鶴瓶打ちとなんだっけ、ちょっとピッチ忘れちゃったんですけど1個になってるっていう、はい、まあ、それが通常合わせと違うとこなので、まあ、同じように使い分けていくタイプのキャラなのかなっていうふうに思います。はい、で、まあ、こいつも別に2、3月じゃなくて、まあ、4月ぐらいだったと思うんですけど、オクトパスアンヌ、これも、これゼニペナの報酬かな、生きてたキャラなので、まあ、何かしらの報酬で多分来るんじゃないかなっていうキャラになっております。はい、性能がまあ練習効果のまあナルミとかみたいなテーブルですね。でコントロール上限ついて、まあ、タックが、ちょっと強いですよっていうテーブルになってます。でコントロールのコツをもらえる、あとオリヘンかな、オリヘンか、ちょっと待ってくださいね、金徳が何だったっけ、さっき調べたんですけどちょっと覚えてられなかった、あディレイドですね、ディレイドアームか装飾首付けって感じなので、まあ、基本的にディレイドアームになるのかな。まあ、ちょっとイベントが多いっていうのが、まあ、旧キャラの別番なので、まあ、ちょっとネックなところではあるんですけど、まあ、しっかり強化されている。報酬にしてはね、はい、結構強いかなっていう感じのキャラになっております。はい、まあ、この辺かな、とりあえず。で、あとコラボが2つぐらい来そうっていうのがあって、まあ、まずあれですね、なんかパワポケ、これあのアプリっていうかスマホのゲームのコラボだったんで来ないかなって思ってたんですけど、あなんか最近ツイッターとかであのパワーターが流出してるとのことで、うん、まあ来るんじゃないかなってことで待望のアミティのぷよぷよコラボですね。はい、アミティはだいぶ強いですよね。また来てくれるのは本当にありがたくて、キソボナが筋力と精神両方ついてる、で、練習効果が50で 30% ですねっていうのと、得意練習30のスペシャルタック90という、縦橋のテーブルですね、縦橋の打撃版の肩上限なのでめっちゃ強いです。でイベントも、まあ、勝負師で二次得狙うか、まあ、それ3回イベントになるんですけど、情熱エール選ぶ感じなんですけど、情熱エールの方だとイベント1回で切れるっていう、はい、これがかなり強いですね。イベントがかなり短縮できるっていうところも強いし、タックの性能が、めちゃめちゃ化け物なので、まあ、この子と打撃固めとか、まあ、北斗の強化がアスレテース来るまではずっと野手強かったので、打撃枠としてね、かなり活躍してた、北斗の強化とかだと、まあ、必須級のキャラになってるかなっていう風に思います。で、まあ、サクスペの環境でも、まあ、フリートで打撃固めしてもかなりいいですし、まあ、アンドロメダもね打撃固めが主流にはなってくると思うので、まあ、そこで普通に入ってくるキャラかなっていう風に、まあ、情熱エールすればね厳選もしやすいので、うん、
そういう感じの、割とぶっ壊れ性能のキャラになっております。はい。でまあ基本的にぷよぷよはアミティがメインキャラかなって感じはするんですけど、まあ、あとアルルですね。でアルルも一応強心臓を取れて、まあ、やる気テーブルっていう感じになっていまして、コントロール上限ですね持ってて技術ボナって感じなので、まあ、性能は悪くないと。はい。あとバイオエンボール取るときは不確定ですけど勝利の星と一緒に取れるって感じかな。はい。でコントロール変化なので、まあ、ちょっと使われる機会は少なかったは少なかったですけど、普通に強いキャラにはなっていると思います。はい。で報酬キャラなんですけど、まあ、サタンが結構強いですよねっていう、はい、感じになっております。でこいつもあれかな、ちょっと違うんですけど、まあ、得意練習の多いテーブルで、まあ、30% ついてますと。はい。でやる気も125まであって、タックもね50までいけば 80% とかなるので、まあ、報酬なんでね、上位の方しか50にはできないとは思うんですけど、それでもだいぶ結構俺クロスナインとかでよく使ってたキャラになりますので、うん、球速でスタミナの上限を持ってるっていうのがまあ強いとこかなっていうふうに思いますけど、はい、結構おすすめのキャラになっております。はい。こいつ報酬しね、アミティとアルルがガチャできて、なんかのイベントでサタンが手に入るっていう感じになるかとは思うんですけど、はい。まあいつ来るんだろうね。まあ3月でぷよぷよコラボ来てたので、まあ2月の終わりぐらいまでには、はい、来るのかなっていう感じかなっていうふうに思います。ちょっと分かりませんけど、はい。その流出してることに関してどういう運営が変わっていくのかなっていうのはあると思うので、はい、まあ、一応来そうというところで、はい、楽しみにしていきたいと思います。でその後に来るのがこのパワーポケですね。でパワーポケはやっぱ北斗の強化でめちゃくちゃ強かったっていう、まあ、性能もね北斗強化に合わせた性能になってるので、はい、まあそんな感じですね。まあこいつらも4月ぐらいに来てたので、まあ3月4月ぐらいに、まあ、来る可能性はあるのかなっていう感じになってます。はい。でブラックですね。はい。パワーポケ好きにはかなり熱いキャラになってると思いますが、やる気150の敏捷がえぐいっていう性能になっております。はい。で35で精神ボナもついてるので、基礎ボナ2つで普通に強いキャラになってるかと思います。はい。まあでちょっとタックの性能が弱いのかなっていうのはあるので、まあ50までできたらだいぶ強いとは思うんですけど、はい。でミート上限のあと電光石火が取れるっていう感じですね。で電光石火二次得取れるのと、まあ、ジャギとセットで使うことで二次得取って、ミート上限稼いでみたいな、はい、感じの使い方になっていたキャラでございます。はい。普通に強いです。で続いてシアンですね。でシアンの方は2上限になってて、総力と守備、の上限がついております。でアーチスト取れるので、まあ、こいつも北斗で性能が高いっていうか感じになってますっていうやつですね。新アーチ狙って、しかも2上限っていう感じのキャラになってます。はい。まあ、彼女キャラ入れることで、まあ、ラブパとかがね、バランスよく取れるので、この2人は、入ってからは北斗のテンプレデッキみたいな感じで入っていたキャラになっております。あとアミティですね。はい。まあ、ほんと北斗アスレ来るまではずっと北斗強化が強かったので、まあ、まあ来なかった場合どういう感じで入ってくるのかっていうのはまた変わってくると思うんですけど、はい。まあそんな感じですね。まあ、3月の楽しみ、まあ、アンドロメダが強化するっていうお知らせも来てるので、まあ、どういう風に入っていくのかちょっとまあ楽しみではあるかなっていうふうに思います。はい。でこいつは報酬ですね、スメラかな、スメラくんとなってます。俺最初読めなくてずっと皇帝って読んでたんですけど、スメラミカドだっけか、はい、ちょっと間違えてたらごめんなさい許してくれ。でこいつがねなんか報酬なんですけど、すげえ謎の性能をしていて、得意練習が 30% プラス固有でなんと 50% 咳が出ちゃう。で、まあ、変化ボナ
やる気効果っていう感じで、まあほぼほぼ変化練習にいるというすごいキャラになってます。で金太くんは2個で、速球プライド変化プライドかな、はい、が、もらえるっていう感じになってて、でなぜか投手で選択肢に変えるとアーティストが取れるっていう、はい、あの謎のキャラとなっております。はい、何なんだろうね。なのでまあ変化固めで遊ぶ時とかはかなり面白いかなっていうふうに思うんですけど、得意練習 50% ってこいつしかいないのでかなり破格な性能になってるかなっていうふうに思います。はい、でコラボはこのぷよぷよと、パワポケっていう感じになると思うの で3月にアプリの方がパワポケ新高校、花丸かな来るっていうのもあって、まあ、もしかしたら前倒しで来るのかなっていう感じはするんですけど、まあ、2月とかで来ちゃって、まあ、3月とかでパワポケ来ちゃうのかなっていうような気がしなくもないんですけど、はい、まあ、その辺は、はい、楽しみにしていけたらなっていうふうに思います。はい、アプリが4月でしたね。はい、で最後に新高校ですね。で新高校がクロスナインになってて、まあ、これは3月に実装になると思います。はい、普通にピッチャーが強い高校かな。はい、野手でも、結構強い選手作ってた方はいらっしゃるので、まあ、クロスナインのなんつうんですか、まあ、変更点とかがあった場合に、まあ、野手ももしかしたら強いかもしれないって感じですね。はい、で、まあ、この中の目玉キャラは、まあ、浅上ですよね。まあ、みんな知ってると思いますが、はい、球速骨あって骨指で高くて、まあ、ピッチャーで同栄とかと同じような一番強いテーブル骨入れの、50で基礎ボナついて練習効果もあってっていう、はい、テーブルですね。で金徳も、変幻自在と、ギアチェンジっていう、あれかな沢村みたいな感じの金徳になってるので二次徳取りつつ、あれですね交差点の金徳が一緒に手に入るっていう、はい、化け物性能になっております。はい、なんでクロスナインは必須ですね。まあ、クロスナインデッキがほぼほぼ決まってるんですけど、浅上と、沢村古谷、同栄だっけ、沢村古谷同栄大敵守守るみたいな感じが一番強いので、これでまあサクスペの査定だと PG5 とか6とかになるのかな、うん、PG3 先発がまあどのくらいの査定かちょっと分かんないですけど、はい、そんな感じです。はい、必須です。まあ、違う方法で使っても強いかなと思うので浅上は確保したいキャラでございます。で大和田も結構強くて、これ勝負師か、降格法かな、まあ、二次得取れる感じになってて、ミート上限の、タグボ 110% メンタル、まあ、結構タック強くて、メンタル型なんですけど、普通にシングルと同じぐらいのタック性能があって、臨床ボナ得意練習やる気って感じで普通に強いキャラになってるかなと思います。はい、でまあ型メンタルなので、メンタル型か、型デッキがかなり面白くなりますし、こいつ自体の性能かなり強いので持ってると結構いいキャラかなっていうふうに思います。はい、でまあ、この中では一番外れになっちゃうかなと思うんですが、彼女枠の、クロスちゃんですね。はい、まあ、普通に可愛いんで持ってるのはいいかなと思うんですけど、スタミナ上限か守備上限で、鉄腕安打製造機とかだったかな。はい、もう一個選択肢あった、鉄腕鉄人安打製安打製造機か、なんだっけ野手の方が安打製造機鉄人で、鉄腕アームブレイカーか。はい、まあ、金徳別に悪くないんですけど、クロスナインで鉄腕取れるので、まあ、あと鉄腕取れる高校ね、結構フリートとか北斗とかあったりするので、まあまあまあって感じだと思うんですけど、アプリの環境ではあんまり使われなかったキャラかなというふうに思います。でこの3人が、ガチャ枠なんですね。で報酬でこの子小川ちゃんかな、はい、
でコントロールか総力上限で相棒がクロス9結構強くてですね、結構使われてたキャラになります。でまあ強心臓なので二次得狙えるし、ピッチャーが多かったかな、ピッチャーで、まあ、明神とかと一緒に強心臓を取ってって感じだったりとか、まあ、総力上限も打撃で固めるんでなかなかいなかったりとかするので、野手の方でも大番狂わせではあるんですけど結構強かったキャラになっております。でこいつ報酬なので、まあ、サクチャレでやらなんやらで来るのかなと思うんですけど、はい、この3人は結構強いのでクロス9は結構性能高いキャラ揃ってるかなっていう風に、はい、個人的には思いますって感じですね。はい、こいつ多分3月でクロス9に来て、まあ、パワポケがまあどのタイミングで来るのかなっていうような感じだとは思うんですけど、はい、で 2月中にはパワポケ来るのかな、まあ、3月頭か分かんないですけど、まあ、クロス9と被んない程度に、あのバレンタインとかと被んない程度のタイミングで来るんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、なのでまあ結構コラボが強いのでコラボキャラ中心に狙っていくのがいいかなと思いますが、はい、まあ、あとは各々で、はい、やっていければいいかなっていうふうに思います。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、なんか質問とかありましたらぜひコメント、いただければと思います。では皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバイ。